ガリシア州内の一ビラボアは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカでポンテベドラに属する。ガリシア統計局によると、2014年の人口は5972人。住民故障は、バイレイボース、エサ。ガリシアゴア社の自治体人口に占める割合は66.11%。ビラボアは、ポンテベドラ県の中部。 リアデビーゴの最奥部に位置し、コマルカでポンテベドラに属する。北から東はポンテベドラ、西はマリン、南西部はモアーニャの各自治体と隣接、東南部はリアデビーゴに面している。自治体の中心地区はビラボア教区のオトーラル地区。ビラボアはカンガス司法管轄区に属す。住民はこの教区の64の地区に居住する。自治体市長は ガリシア社会主義者党のホセルイス・ポセロ・マルティネス自治体表議員はガリシア社会主義者党5ガリシア民族主義ブロック4ガリシア国民党4となっている。ビラボアは5の教区に分けられる。フトジは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。